はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ブルーパップと普通のアサルトライフルの違いということで、まあ、BF4 にもね、まあ、いろんなゲームにもね、ブルーパップ式のね、アサルトライフルって出てくるんですが、まあ、そうじゃないね、M16 とか G36 みたいな、ああいうタイプの、アサルトライフルに比べて何がどう違うのか、みたいなところをね、今回この動画ではね、整理していこうかなという、まあ、そんな感じですね。いきなり死にましたけどね。まあ、それはさておきですね。まあ、まずブルーパップの話なんですが、ブルーパップね、そもそもこう、バップなのかパップなのか問題というね、まあなんかそういう地味なところから始まるんですが、まあ印刷物でもね、こう、まあサイトでも、バッとさ、パってさ、ほぼ区別つかんやんっていうね、まあそういう話で、まあしばしばこう僕もブルーバップとね、よく呼んでますが、これブルーバップじゃないですね。PUP っすね。まあ、英語で書くとよくわかるんですが、BULL、まあブルドッグのブルですね。最後 PUP で終わるので、パップですね。うん、発音的に言えばね。うん、バップではないけど、まあめんどくさいからブルーバップって呼んでも、まあもう何でもいいわみたいなね、まあそんな感じなんですが、まあ何やとも一応正式名称はブルーパップという感じになっています。で、まあちなみに超どうでもいい情報なんですが、ブルドッグのね、まあ開発された地域もイギリスで、まあこのブルーパップ式のね、銃が開発されたのも、まあ最初イギリスで開発されていたので、まあ多分こう、正確な語源はよくわかってないんですが、おそらくイギリスが語源というか、まあ発祥なんだろうな、みたいな、まあそういう感じだけど、いまいちなんでこう、なんかブルドッグの子犬っていう意味のこの単語が、なぜこの銃のたちを呼ぶことになったのか、いまいちよくわからないって、まあそんな感じですね。で、まあどんな銃なのかちょい説明していくんですが、まあ一応こう、今更定義をね、どういう銃なのっていう定義をね、見ておくと、基本的にはマガジンがトリガーより後ろにある銃ですね。で、もしくはレシーバーをストックと兼用したものみたいな、まあそんな感じになってて、最初に出てくるソニークロフトカービンっていうのがですね、まあマガジンとグリップを兼用してるみたいな感じで、まあ一応ブルーパップっぽいみたいな、まあそんな感じの銃ですね。はい。で、まあそれはさておき、まあだんだん違いの方に入っていくんですが、まあ歴史の方も一応説明しますかね、わかんないですけど。まあ違いとしては、まあストックにね、バレルが入ってるかどうかっていうのが基本的にでかくて、まあそこに尽きるんですけど、ある意味。まあ最大の違いはそこで、まあそこに付随していろいろ違うみたいな、まあそんな感じなんですけど、まあ、こうストックにこうバレルがこうがっつり入り込んでるので、まあ、てかレシーバーがストックと兼用してるので重心長を抑えながらというか全長を抑えながら重心長を維持できるっていうね、まあ、でかい銃を持たなくてもある程度バレルの長い銃が持ってますよっていうのが、まあ、ブルーパップのいいところであり、まあぶっちゃけこれ以外多分いいところないみたいなね。まあそういうところなんですけど。まあじゃあなんでね、そもそも重心長を維持しながら全長を短くしたいかって、まあ単純で、まあ全長がね、長いとこう持ち運びに不便じゃないですか。でも重心長を短くするといろいろ不便なところがあるんですね。不便っていうか軍用の銃としてこう困ったところがたくさんあって、まあ、重心の長さが短ければ短いほど、まあ理論上初速は下がるんですね。初速って弾速ですけど、弾速が下がっていくので、まあなんだろう、弾速が下がれば下がるほど有効射程も短くなるし、まあ、もちろんこう弾速に比例してダメージがでかくなるわけじゃないですけど、もちろんね、人間に当たった時のダメージがでかくなるわけじゃないですけど、人間の場合こう体を貫通したりとかいろいろ複雑な要素が絡むので、まあすごい正比例してるとは言えないけど、まあ、弾速が速い方が貫通力もあるし威力もあるよねっていう当たり前のことで、まあそんなこんなでですね、重心長はそんなに安易には短くできないですね。で、あとはあんまり短くしちゃうと命中精度も今度影響が出てくるので、まあ基本的には重心長は長ければ長いほどいいけど、長くしすぎたら今度持ち運びが不便なので、まあそれもそれじゃねって話なので、まあ大体こんな、まあ僕らが見てるような銃の重心長になってるっていう、まあそんな感じですね。で、まあ重心長を維持しながら、全長を短くできるっていうのがまあいいところなんですが、まあ欠点はね、たくさんあります。で、欠点の話を始めるとですね、なんかすごい悲しい感じになってくるので、まあその前に一応ね、まあブルーパップ式の銃が開発された経緯というかね、このソニークロフトカービンっていう初めて出てきたらしい、イギリスで出てきたね、スメリーを無理やりブルーパップにしたみたいなやつなんですけど、それの話をちょっとだけしておくと、ソニークロフトカービン君はですね、1901年ぐらいかな、20世紀初頭ぐらいに登場する銃で、かなり無理やりな設計が目立つ銃ですね。本当に SMLE、まあ、BF1 に出てきますけど、あれをこうブルーバップにしたような銃で、まあ結局のところ採用もされず、まあ全然生産もされなかったでしょうし、おそらくね。まあなんだろう、その後第一次世界大戦、第二次世界大戦が始まってですね、イギリスはすごく大変な目に遭いますよね。スメリーを開発したり、ステンを開発したりとか、それどころじゃないんですが、みたいな話になってですね、結局こう、第二次世界大戦中にアサルトライフルとか、アサルトライフルじゃねえ、新式の新しい、まあなんだろう、ライフルとかもほとんど開発できず終わるので、でほとんどってか、ほぼ全く開発できないんじゃないかな。まあ、エマンガーランドとか、ああいう感じで、なんていうのかな、SVT とか、ロシアで言えば、ああいう感じで新しい銃も開発できず終わると思うので、ほぼほぼね。まあそんなこんなでですね、結局開発は延期されというかね、そのまま第二次世界大戦終わるわけですね。で、こっからなんですね、問題は。
第2次世界大戦が終わって戦後と呼ばれる時代になるとアサルトライフルが主流になります。 AK-47 が登場して、画期的な武器だって話になってアメリカは、M14 を採用します。それはまあだいぶ時代遅れなんですが 7.62×51 っていうハイパワーの弾を採用するわけですね。まあそれはこうなんていうんですかね、イギリスからしたらめちゃめちゃ不本意だったんですね。イギリスはこう当初っていうか戦後直後から装甲系なんて強くねっていうふうに思ったわけですね。そんな 7.62×51 みたいなね 7.62mm のフルサイズの弾なんて時代遅れだろうみたいな、これからはあの 6mm か 5.8mm とかの時代だろうと思ってたのに、あのアメリカがですね、ハイパワーがいいって、まあアメリカがっていうかマッカーサー王子さんがハイパワーがいいって言うからですね、まあ、ハイパワーになったんですよ。でまあそうは言っても逆らってもしょうがないので、まあハイパワーの弾を使わざるを得ないので、まあ結局ですねイギリスはどうしたかというと、まあずっとファルを使ってたんですよね。1970年代ぐらいまで多分ファルを使って、FN のファルですね、それを使ってまあ倒したっていうか、まあ使い倒したっていうね、フォークランド紛争とかの頃の写真とかを見てもほとんどファルですよね。まあだからファルを使った期間が長かったというそんな感じなんですね。でもそうは言ってもやっとね、まあ L85 が開発に至って、でそれでまあイギリスは L85 まあ採用してっていう話なんですが、まあその頃にはですね他にもいろいろブルバップの銃出てきて、まあアウグですね、ステア社のアウグが出てきたりとか、フランスのファマスが出てきたりとかするという、まあそんな感じですね。まあ他は20世紀に入りかけて21世紀入りかけてくると F2000 とか、まさに今このゲームで撃ってる銃ですね、 F2000 とかタボールとかが出てくるよみたいな、まあそんな感じなんですが、結局のところですね、一時期こう2000年代ぐらい、2010年行く前までぐらいはね、なんかすげえこうなんていうのかな、ブルバップこれからこうワンチャンこう世界中の国が採用するんじゃねえかなみたいな感じだったんですが、まあ結局のところですね、まあ今もう2018年じゃないですか、改めて見るとこうなかなかこうなんていうのかな、結局のところ中国もブルバップも持ってるし、ブルバップじゃないのも持ってるし、今もまあなんか結局ブルバップはあんまり世界を制圧できなかったっていう、まあそういう感じなんですね。まあ F2000 とかも結局あんまり売れなかったし、まあそんなにめちゃめちゃ売れなかったし別にね、って感じで今に至るみたいな、これからも多分売れないんじゃないかなみたいな、アサルトライフル HK416 のがこうめちゃめちゃ頑張ってるみたいな、まあそういう感じになって、まあ今に至るみたいな。まあそんな感じなんですが、まあなんでそんな感じになっちゃったかという話なんですけど、まあいろいろ欠点があったからですね。まあ全長を抑えつつ受信長を維持できるっていう利点しかないくせに、欠点はいっぱいあったんですよ。まず欠点をね、まあここからはひたすら鍋ていくわけなんですけど、左利きの人はまず詰みます。左利きの人はいきなり撃つのはきつい銃が多いです。L85 とか、まあ F2000 とかならいいんですけど、F2000 は前の方向にね、全方向に配置をしてるので、薬莢をね、いいんですけど、まあアウグとかタボールみたいに変更できるタイプもあるんですけど、それいちいち分解したりとかしないといけないので、別に瞬時にこう薬莢を配置する方向を変えられるわけじゃないので、薬莢をパカパカ飛ばすのに耳元からこっちに向かってさ、自分の方向に向かって薬莢を飛ばされても困るので、左利きの人は基本的にはもう勘弁願いたいっていう状況になるという、まあそんな感じですね。そういう欠点がまずあります。あともちろん右利きの人がいきなり、ちょっと接近戦になってちょっと左側から顔出したいなと思ってスイッチするのもかなり絶望的っていう、まあそういうことですね。で、まあそういう欠点だったり、まあここが超有名だと思うんですけど、まあ耳元で激発させるっていうのもありますね、欠点としては。耳元で激発させるので、うるさいですよね。で、あと、ワンチャンこう、銃の弾って火薬を使いますけど、そこで、なんていうんですかね、まあ激発するので、まあ破裂させてるわけですね。で、破裂させるっていうか、まあ火薬を燃焼させるんですけど、そのタイミングで、まれにこう、薬質が破裂したりですね、火薬を間違えたりとかすると破裂するんですけど、耳元で火薬が破裂するっていうか薬質が破裂すると銃が破裂するので普通に怪我するじゃないですか。顔にこうざっくり切れるじゃないですか。めっちゃ目とかにワンチャンこう傷がつくじゃないですか。死にかけるわみたいなね、まあ、そういう話なので、そういう危なさっていうのもこうはらんでるっていうかあるし、まあその対策としてこのゲームにも出てきますが、 SAR はケブラーが内側に貼ってあるんですね。ケブラーを内側に貼ったってさ、破裂したらやっぱ怖いよねと思いますけど、まあそういうところだったりとか、まああとはね、トリガーの引き心地がおかしくなりがちっていう、まあそういう話ですね。こういう HK416 とかは、トリガーと、まあ、シアーを繋いでる感じなんですけど、まあ、ブルバックのね、銃の場合、トリガーを、まずトリガーバーと接続します。で、そのトリガーバーでシアーに接続させるので、そのバーがね、どう頑張ったってしなったりとかするので、まあそういう、まあ影響で、まあやっぱりトリガーの引き心地がおかしくなって、まあやっぱり命中精度に影響が出てくるっていうね。どんなにこう重心長が長くて理論上の精度が良かったとしても、やっぱトリガーの引き心地悪いと当てにくいので話にならないって話になって、まあトリガーの引き心地やっぱ良くないよねって。だからあんまり WA2000 ぐらいしかね、まあブルバップの銃はないという、まあそういうことですね。
なんかこれなんか最初のクリップに入りきらなくなってきたからもう諦めて早口にするのやめるか早口にするのやめるかとか言ってそういうことみたいな、まあもういいか。まああとはね、まあ欠点いろいろあるんですけど、まだこれ欠点半分ぐらいしか話してないですからね今のね。まあ、あとリロードですね。リロードするときってもう、まあ、基本的に右利きの人は左手でマガジンを持って、こうマガジンチェンジしたりとかすると思うんですけど、まあ、体に近い位置を操作するわけですね。ブルパップ式の銃の場合。で、それも操作しにくいし、何よりも左手を動かす量が増えるので、左手を動かす量が増えれば増えるほど、操作しにくいじゃんっていう単純に当たり前だけど、距離が長いので、グリップを持ってて、ハンドガード持ってて、ハンドガードの近くにマガジンがあるから、HK416 とか M416 こういうタイプの銃はすぐ抜けるけど、左手で持ってね。まあ持たなくてもいいんだけどさ、別に。捨てりゃいいじゃんっても言うんだけど。まあそうは言っても、結局のところですね、どう頑張ったって言ってですね、F2000 もアウグもね、まあ比較的リロード早い、多分、早いっていうか、リロードがしやすい、ブルパップの銃かなと思うんですけど、構造的にね。まあ見てる、YouTube の動画とかで見てる限りもね。まあそうだけど、結局 M16 よりも早くリロードできないじゃんっていう、まあそういう話になってですね、まあやっぱり、まあそういうリロードのしにくさって、まあブルパップの欠点だよねっていう話になるという、まあそういうところですね。あと AK みたいなタイプの銃だともっと悲惨で、AK って M16 系統と違って、マガジンを刺してあるんじゃなくて、あれを引っ掛けてあるんですよ。引っ掛けてあるので、引っ掛けるって M1 もそうなんですけど、64式もそうなんですけど、日本のね。引っ掛けてあるって、前の爪を引っ掛けて、後ろの出っ張りをこうバネにパキンとはめてるみたいな、まあそういう感じで分かりにくい。まあ引っ掛けてあるので、まあ前に外すんですね。前に外すときにさ、グリップがブルバップの場合あるので、前に外そうとするとグリップにぶつかるんだよね。これどうにもできないでしょ。どうにもできないので、ハンドガードにつけるタイプのグリップとかだったら、なんていうんですかね。ちょっとずらしてあるタイプのオプションパーツとかあるんですけど、まあさすがにさ、ライフルのグリップ自体をずらすとさすがに使いにくいしみたいなね、まあそういう感じだったりとかして、まあ結局ここもどうしようもないっていうね、結局リロードしにくいって話になって終わるという、まあそんな感じですね。で、あと重心位置とかのね、おかしさってのもあって、重心位置ってこう基本的に手に近い方が操作しやすいですよね。めっちゃ10メートルぐらい ある棒にさ、こう10メートルの棒に先にこう3キロの重りをつけられてもめっちゃこう扱いにくさ満点じゃないですか。それだったら手元に3キロの方がまだマシみたいな感じになるので、まあどうしてもこうなんていうんですかね、ブルバック式の場合、右手で持ってる場所のすぐ後ろにこう重心位置が来るっていうのもそうだし、微妙にこう M16 みたいなタイプよりも、まあ、重心位置が、まあ、M16 もまあめっちゃこうフロントヘビにすればフロントヘビにはなるけど、微妙に変な場所につく、手元につく、手元の奥につくので、まあ、扱いにくい感じになるっていうのもまあ欠点としてよくありがちだかな。F2000 みたいに最適化されてるのもありますが、まあどう頑張ったってこの構造自体は変えられないので、まあっていうね。まあそんな感じですね。あとね、まあ、もう最近はどうでもよくねっていう問題が2つあるんですけど、重心じゃねえ、標準線が短くなるっていう。標準をするとき、アイアンサイトで狙うときって、そのアイアンサイトのフロントサイトとリアサイトの距離が長ければ長いほどいいっていう。まあ長ければ長いほど誤差がでかくなるから正確に狙えるんですが、ブルパップの銃の場合、どう頑張ったって、まあ、アイアンサイトの標準線は短くなるので、パマスもバイポッドをつけてごまかしてるし、AUG も、アウグ君も、まあ、スコープがもともとついててごまかしてるっていうね。まあ、でも最近は結局ホロサイトとかドットサイトとか載せるから、まあ、どうでもよくねっていう、まあ、そういう問題ですね。あとは、銃剣をつけて戦いにくいっていう問題も言われるんですが、まあ、もう多分一生というか、普通の兵士の人、銃剣使うことほぼ一生ないので、まあ、どうでもよくねっていう、まあ、そういうことです。で、まあそんなこんなでですね、まあこの何個あんの合計、まあめちゃくちゃあるですね、たくさんの欠点をやっぱりこの重心長を維持できるっていうただ一つの利点だけではね補いきれないから、まあね、まあ現在ブルパップ式のまあアサルトライフルが劣勢にあるという、まあそんな感じですね。 HK416 はやっぱスカーが強いよねっていう、まあそういう印象がありますよね、モデルとしてね言えば。まあそんな感じです。で、まあそうは言ってもですね、ブルパップ式はまだまだこうなんていうんですかね、開発が進んでるので、まあ例えばクロアチアだったりとかでも進んでるんですが、何よりもね、今後おそらく来るであろう、ブルパップ式のモデルはショットガンと LMG ですね。KSG とかペチネグのブルパップ版みたいなのありますが、おそらくここら辺では多分強くて、なんでかっていうと、まあ、トリガーの引き心地がおかしいとか、そういうフェイタルな銃に関する問題は、 LMG とかショットガンだったらトリガーの引き心地悪くても別にあんまり関係ないので、まあそこら辺もカバーできるので、まあおそらく、まあ多分 LMG ショットガンら辺だとブルパップ式は2020年代にまあもうちょっと活躍するのかなという、まあそんな感じですね。はい、ということでね、
まあ、長々とね、話しましたけど、尺も足りませんでしたけどね、まあそんなこんなで終わろうかというそんな感じです。はい、というわけでね、今回この動画ね、ははーんと思っていただけたら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人でした。